今回はですね、はい、先生が次順位戦で藤井聡太二冠と戦われるということで、はい、動画を回しております。はい、お願いします。今回藤井聡太二冠とは対局は何局目なんですか？公式戦では1局やってまして、その時には任されてます。なるほど。その時は戦型は何だったんですか？角換わりでしたね。僕が後手番だったので、この今度の順位戦も後手番なので手番は一緒ですね。前回は王将戦で持ち時間が3時間の将棋だったので、今回は6時間と倍になっているという感じです。やっぱり持ち時間3時間と6時間はだいぶ違うものなんですか？そうですね、6時間の場合夕食休憩があったりと、まあ、長い時間かけてやりますし、まあ、中盤終盤で時間が残っていることも多いので、まあ、より精度の高い将棋が求められるのではないかなというふうに思います。なんかまあ、ちょっと作戦とかね、なかなかちょっと言いにくい部分があると思うんですけど、まあ、どの辺にまあ気をつけて指すとか、まあ、どういう方針で指すとかっていうのは、そうですね。いや、後手番で、いや、この順位戦の表ができた時から、もうこの3月に藤井戦があるっていうのを分かってたんで、ずっと作戦考えてたんですけど、まあ、藤井二冠は、まあ、居飛車しかやらないですけど、まあ、矢倉だったり、相掛かりだったり、角換わりだったり、まあ、どれもあるので、ちょっとこちらも、まあ、オーソドックスな戦法でいくのか、ちょっと、なんていうんですかね、独自の作戦でいくのか、まだ決めかねているところではあるんですけど、まあ、一度リードを許すともう、なんていうんですかね、挽回できるような感じの相手ではないので、まあ、序盤から、積極的に後手番ながらいける展開にしたいかなというふうには思ってます。順位戦ということで、戦後はもともと決まっているということなんですけど、やはり戦後が決まっていると、まあ、作戦とかは練りやすいものなんですか？そうですね、普通の対局だと振り駒といって、その場で先手後手を決めて当日にしかわからないので、まあ、先手番の作戦と後手番の作戦両方用意しなきゃいけないんですけど、順位戦の場合だと、まあ、分かっているので片方の手番の時の作戦だけでいいということで、まあ、みんなすごい研究してきますよね、順位戦に向けては。なので、まあ、序盤の研究勝負にもなりやすいのかなというふうには思います。まあ、でも藤井聡太二冠戦については手番が決まってる方がこちらとしては、まあ、的を絞れるというか、先生、手番は先手？いや、僕後手番です。僕は後手番ですか、はい、なるほど。ということで、まあ、作戦を選ぶことができるということですね。ね、はい。はい。まあ、藤井聡太二冠は、まあ、順位戦の勝率が、まあ、すごいことになっているということで、まあ、38勝1敗という、はい。はい。ちょっと考えられない数字ですね。そうですね。9割並ぶ4人という、はい、勝率なんですけど。もう、聞いたことない数字ですね。順位戦で38勝1敗っていうのは、まあ、順位、まあ、持ち時間が長ければ長いほど、一般的には実力が出やすいというふうに考えられていると思うので、その中での38勝1敗っていうのはちょっと途方もない数字ですね。なのでもう、まあ、こちらが必死に食らいついていくという状況ではあると思うんですけどね。ただなんて言いましょうか、まあ、厳しい戦いになることは予想はされるんですけれども、藤井二冠の場合は、こう、まあ、ミスが少ないというか、間違えた手を指すことがほとんどないので、まあ、ある意味、こちらがしっかり準備して、いいパフォーマンスを出せればですね、絶対にこう、いい将棋になるというのは、まあ、確約されているようなものなので、すごく、やりがいがあるというか、楽しみな対戦でもありますかね。その中でこう、まあ、弱点という弱点らしいものはないとは思うんですけど、まあ、残り数日しっかり勉強して何かを見出せていけたらなというふうには思いますし、まあ、藤井二冠は今のところ9回戦終わって9戦全勝でもう早々と昇級を決められてますけど、まあ、全勝での、昇級がかかっている状況ですし、私自身もですね、わずかながら、昇級の可能性は残っているので、精一杯やってですね、いい結果を残して、
他局の結果を待ちたいなというふうに思っております。やはり順位戦はあのスパンが長い、まあ、対局だと思うんですけど、まあ、1年間かけて戦うということで、やっぱり棋士の先生方からすると、まあ、特別な思いのある棋戦なんですか？そうですね、あの他の棋戦のシード権とかにも関わってきますし、まあ、非常に、歴史のあるリーグ戦ですし、まあ、あと1年かけて行われるということで、あの調子の良い時悪い時でもこう結果を残していかなければいけないという大変さもありますし、まあそういった意味で順位戦というのは棋士にはまあ特別な思いがある戦いかなというふうに思います。でもあのやっぱり勝負事なので、まあ藤井聡太先生にはここで勝つということでよろしいですか？いや、もちろんあの勝つつもりでやりたいなというふうに思いますし、そのために、はい、全力で今準備している最中です。はい、あのなんかまあ準備のという言葉が出たと思うんですけど、まあ、あの棋士の先生方、まあ、対局前っていうのは、まあ、どういう準備をされるんでしょうか？あ、そうですね、あの研究の面ではあの序盤作戦を考えるっていうのがまず大きなことの一つですね。相手が、こういう戦法できた場合は自分はこういう指し手を用意しておくとか、そういうのをいろんなパターン用意しておくっていうことですね。ただまあ実戦なので、あのそれ通りにいかないことは必ず出てきますから、その時に対応できるあの自力っていうんですかね、まあそういった面で、まあ、詰将棋を解いたりとか、あとはまあ実戦練習をさして、感覚をこういいものにしておくとか、そういった準備ですかね。あとはまあ、一日通して行う対局なので、体調とか、睡眠とかそういうのも大事になってくると思いますので、そこら辺も注意するようにはしてますね。あの対局場所が大阪の、関西将棋会館ということで、私は東京から遠征をする形になるんですけど、まあそういった面でも普段通りのいいコンディションでできるように臨みたいなというふうに思ってます。まあ、前回の順位戦の、まあ、久保田七段はなんかあの対局中なんか持ち物がすごく多いということで、はい、まあ、かなり有名になりましたけど、まあ、あの仲間大志先生もあの持ち物はすごい持っていくんですか、戦うために？いや、ちょっとそれはそんなこともないと思うんですけど、いやでもあの藤井二冠対局ということで、あのアベマで放送していただけますので、あのたくさんの方に見ていただける状況にあると思いますので、あのぜひ皆様ご覧いただけたらなというふうに思いますし、あの対局者側としてもですね、非常に、励みになるというか、あのより精一杯やりたいなという気持ちになりますので、はい、頑張ります。では対局は、まあ、どのような展開になるかというのをちょっと一言お願いします。そうですね、あの藤井二冠も言っていってこう慎重に読みを入れて指してくるタイプですし、私自身もあの言っていて、ね、ゆっくり時間をかけてですね手を進めるタイプなので、持久戦模様の将棋になるのかなと勝手には予想しておりまして、夜の時間帯が勝負どころになってくるかなというふうに思います。将棋の読みだけでなくですね、あの体力とかも求められる戦いになると思いますので、あの持てる力を全部発揮して頑張りたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。期待していますので、よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。